やるなら決めろ、決めたら迷うな。今ちゃんの今村です。今日はなぜ蜂は刺すのかについてお話したいと思います。ずい前ですが、カフェのテラスでスタッフとモーニング食べていました。目的はね、たまたまその子ちょっとやる気をなくしていて迷っているようだったんで、朝食食べながらどうしたんだって、何を迷ってるのか、何が不安なのって全部聞き出して、なんとか前のように前向きに元気に自分の夢に向かってほしいなって、その導きをしたいなって思って食事をしていました。その時にこのテラスにね、大きな蜂が飛んできたんです。するとうちのスタッフはね、私の話に耳を傾けることができなくなって、気になって気になって仕方ないから追い払おうとするんです。するとさらに蜂は攻撃的になります。その時私思いました。この朝食の目的は、この子をやる気にさせて、なんとか前向きに今までのように頑張ってもらうこと。最初の夢を叶えるために、ここで諦めさせないことだったんです。その子もきっと私と喋るということは、なんとか前向きに考えるきっかけになりたいなと思っていたと思います。目的はそういうことなんです。だけど、蜂が飛んできて気になって、目的である前向きな気持ちになるということに集中できず、話も聞けない状態になっている。なんとか私がその蜂を追い払って話を進みました。そして考えてみました。蜂ってなぜ刺すのか。きっとね、人生の中で様々な夢や目標に向かい前向きに頑張っているんだけれども、その時に例えば外部からの誘惑だったり、自分自身の迷いだったり、たまたまその時の自信喪失だったりということで、そちらに神経がいく、目的の方に集中できない場合もあると思います。すると外部からのマイナスの刺激は蜂だと思うんです。今目的に向かって集中してやっているんだけれども、その時にマイナスの刺激が飛んできたとしても、そこに心を奪われず、淡々とその目標に向かっていく。ということをしないと、そちらに目をやり、心を持っていかれると、どん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 このマイナスの状況は、例えば、蜂は、どん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 大きくなるし、どん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 数も減るのかもわからないと思うんです。だから、蜂は、なぜ刺すのか。それは、私自身の目的に対する本気さと、心の迷いが、結果的には蜂に刺され、目的を忘れることになるんだということに気づきました。ぜひ皆さんもそのようなマイナスの刺激に対してどのように考え行動したらいいのかということをそれぞれに考えてまいりましょう。やるなら決めろ、決めたら迷うな。